あ、そのままで。お願いします。お願いします。もっと読めますよ。普通。got to be。普通は got to be なんですけど、got to be の人なんですけど。おすすめかしらんけど、これなんて読むねん。got to。なんて読むねん、これ。誰ですか、こんなん考えたん。こう振り仮名打たないでいきましょう。誰やそれ。言わなあかんな、あの上の人に。マンションの。どうでも、マンションの上の人に。ありがとう。髪の毛ってすごい素敵ねえ、すごいですね、はい、わあすごい感動しました。すいません、お願いします。お願いします。皆さんスタンバイお願いします。はい、いろいろあったんですけど、もう話せば長くなるんですけど、楽しかったです。短いろいろ印象に残りました。あの突き破って出てくるところとかも楽しかったですし、朝一番で一番最初の撮影でこの Got to be の読み方がわからないって言って私が激怒するシーンがあるんですね。それは非常にある意味こうストレス発散になりました。新しく生まれ変わったっていう思いです。嬉しい気持ちです。まるまるすいません。なんかそのなんて言うんでしょうか、自分はあの黒しかやってないとか、なんかそういう印象勝手にこう先入観自分で植え付けてたんですけど、意外とこう染めていくっていいなって感じました。のぶとです。のぶとです。僕は声がのぶということで、すべてのホストの面接を落ちているのぶとです。なので、僕は実家の台所で個人でホストをやっています。のぶとです。今までのぶとっていうの実はあったんですけど、あのカツラでやってたんですね。なので地毛でのぶとができるようになるっていうのは光栄です。のぶとです。まあ、あのダイエット成功してと言っても、この人よりは太いですよ、まだ。この方よりは全然まだ太いです。だ、そうですね、私の原動力は、サーカスになりたいんですね。一人サーカスみたいに。体一つでなんか、何でもできる、その場でっていう、そういう憧れがあるので、それを体現するっていう思いが、原動力になっています。いや、原動力になっています。なんで言い直して、同じじゃないかい。やっぱり見えるところだけを正すっていう性格をやめたいです。家の中でもこうお客さんが来てくれるときはこう掃除した感じ出すんですけど、やっぱりクローゼットに全部押し込んだだけとか、そういう人間なんですね。そういう部分ってやっぱり人間性でも現れてくると思うので、そういうとこは直したいです。今もこの机の下見えてないんですけど、全裸です。ゴズゴッえゴッガッとガッとグッド。え？ゴッド？店員さんも知らんやろこれ。ゴツゴーゴーだ。なんて読むねん！なんて読むねんこれ！これ振り方打ってくれよ！ボ
リジンしっかり振り仮名で、これはええねん振り仮名歌うんで、こっちにお母さんこれなんて読むの、親の方が知らん。読み方は GOT2B、 欧米生まれのカラーコスメブランド GOT2B。 ボンディングブリーチ新発売。黒髪が来たんでボンディングブリーチしました。GOT2B は欧米生まれのカラーコスメブランド。これ髪の毛傷みにくいらしいで。知らんけど。ボンディング